作り方してないですか。もともと飲食の仕事に就きたいと思ったきっかけはまずね、美味しいって言ってもらえて嬉しかったです。そうやって言われればね、いろんな種類出して、これだったら言ってくれれば、嬉しい。パンに関しては、これは手のひらのものだと思ってるんで、日常のものだと思ってるんで、非日常と日常を言ったら日常のものじゃなくてあるんだ。嗜好品でもなくて日常の必需品を作りたいなと思って。